千葉県市原郡の一市,市原郡は、千葉県にあった軍。現在の市原市北部を支配していた、菊浅国蔵の領域を中心に編成された。上海上国の宮やつ子の支配領域であった、養老川左岸は、海上軍とされ、当軍は養老川右岸を領域としていたと考えられている。律令制のもとで、カズ国の中心とされ、国府、国分寺、国部山寺、 宗者のいずれもが当軍に置かれていた。平安時代末期頃に東西に分割され、地西軍、市東軍となった。和名類受賞に記される軍内の里。江戸時代初期に、市、西郡、市東軍、及び元の海上軍であった海北軍、助瀬軍などが統合されて、市原軍となった。おおよそ、養老側の全流域に相当する。軍内の支配は細分化され、 幕府直轄領、旗本智之吉、藩領が複雑に入り組んでいた。当軍内に支配の拠点を置く藩もあったが、いずれも二万国以下の小藩であり、しかも江戸時代を通じて存続した藩はなかった。1867年の大政奉還の時点で、軍内に陣屋を置いていたのは鶴巻藩のみである。百六十八年、徳川宗家の駿入法に変えて、 東東海浜松藩主であった井上正直が東軍を中心に六万国の領地を与えられ、石川村の第地条に陣屋を置いた。第地条に整備された城下町が鶴舞と名付けられたことから、この藩は鶴舞藩と呼ばれる。また、鶴が沼津藩主であった水野忠敬が菊間村に陣屋を置き、菊間藩が成立した。1878年に、 行政区画として発足した当時の軍域は、現在の行政区画では概ね以下の区域に当たる。市原郡1、八幡町2、五井村3、千草村4、鶴巻村5。 東海村6、海上村7、菊間村8、室津村9、地東村10、市原村11、地西村12、養老村13、戸田村14、明治村15、内田村16、鶴舞村17、高滝村18、富山村19、平見村20、里見村21、白鳥村現在の行政区画紫、市原市と木なき場合、千葉県市原郡市による、 ありがとうございます。